じゃあ、あの一つ、さっきの、どさんこちーちゃん、大阪いちゃん、あの、ちーちゃんにスポット当てた曲です。あれますよ。あの、そこで言ってる。寺島さんついてそこにいるのも辛いよね。あじゃあ、カウントで。いえ。武田さん、カウントでいきますよ。カウントで入るんです。じゃあ曲紹介しますから、カウントで入ってます、はい、曲紹介終わったらカウントで入るんです。はい、はい、それではお待たせしました。黒川さん隊による「どさんこちーちゃん大阪いっちゃう」でございます。じゃあカウントで。いやだからカウントで入るあの終わったらカウントで確認したいで、お約束カンカンカンでございます。はい、じゃあどうぞ。ごめんなさい。それでは参りましょう。どさんこちーちゃん大阪いっちゃう。だから何度ボケるんですか。すいませんね、お約束の。はい、じゃあ今度こそ本当に行きますよ。はい、じゃあ坂本さんのカウントで入ります。どさんこちーちゃん大阪いっちゃうです。どうぞ。いるが一年経ったちょっとわからねえな。ぽっちゃりした女だってここにはたくさんいるからな。悪いな、他を当たってくれよ。あんたあの頃何なのさ。こっちじゃん大阪に。少し前に大事があって、あたいたちに挨拶があったけど、みゆきの旦那を取ったって、こりゃもう大笑いさ。笑いを取らせちゃいられやしないぜ。あんた、あの頃何なのさ。こっちさんの子だね。花本がとってもうまくてよ、先に見つけてまで行ったはずさ。小さな子豚を拾った場に子豚と一緒にトンズラよ。これが本当のトンズラよ。そんな笑ってあんたあの子の何なのさ。言ってたけど、おっさん相手じゃかわいそうだぜ。よくビール飲む子だったけど、メイチンと話してたっけな。俺たち残したまま、今月末には大阪さ。あんた、あの頃何なの。東京残るって言ったんだけど、引っ越した日が日が決まったら途端店を飛び出していっちまった。うぶな年齢であるまいし、どうしたせるであるの。じいちゃん旦那に惚れてるね。Thank you.
よかさん、ありがとうございました。素晴らしい雰囲気です。素晴らしいんですけど、あの手に持ってるのがちょっと情けなかったんですごめん、いや、言うと違うもんで言ってくれればカンペ作っといたのこれはどうしようか、ないのない見えてない見えてない